さあ、前回のパートをしきこさんに変態を扱いされたお兄ちゃんと平田隆くん、脅し穴で脅されちゃった。さあどうなる。ここはどこだ。俺は誰だ。お前たびたび自分のことが誰だか分かってないね。お前バカ野郎。村岡を怒らせるなんて言っただろ。あれおかしいね。ここまで変態なコナン初めて見たわ。あの人なんで怒ったんだろう。自覚ないのかよ。なんだよ恨みっこ探偵。村岡は変態と思って言っただぞ。俺も変態扱いだ。やっぱそこ怒るよな。大体なんでセーラー服着てるんだよ。これは今田の形見なのだ。え、それ妹のセーラー服なのか。ああ兄思いの優しい妹だったんだ。まさか妹さんは。ああそのまさかだ。いい話に持っていこうとしてる。なんかいい話持っていこうとしてるよこれ。すまない。すまなかった。いや、いいんだ。だが、青い水で汚れてしまったな。もう、ぐしょぐしょのぬれぬれだ。こないセーラー服を汚したら、妹が悲しむだろ。そうだな。着替えを探そう。この学校は生きているんだ。きっと着替えぐらいあるはずだ。ああ、そうだな。探してみよう。何いい話してんの。普通にいい話してんの。でその後にロッカーを漁るっていう言葉出てくるからね。漁るんだね。ちょっとさ、いい話なのかどうなんか、あからさまにこれになんか入ってるよねって感じで。ロッカーだ。おい平田くん。嫌な予感しかしない。水木だ。水木があるぞ。なんですく水。さぞ当たり前かのように手に入れるな。持つな。触るな。でもそれ女子用じゃないか。どうする。困ったぞ。他には。く、何もないのか。困ったぞ。どうする。しょうがないから切ろって言ってほしいんか。お前は言わんぞ。ダメよそれを着ては。誰だ。え、なんだこれ。天使だ。なんて醜い天使なんだ。私はあなたの正しい心。それは着てはダメよ。それ以上罪を重ねてはいけないわ。うふふふふ。出た悪魔の方。
なんかいまいち悪魔っぽくない感じが、なんつうか悪魔っていうほど悪魔感がないというか、もうちょい低級な魔物みたいな。どうでもいいや。いいじゃねえかよ、来ちまえよ、減るもんじゃねえんだから。それを着たら後戻りができないわ。で戻れねえんだよ。いや戻ることなんか最初からできんからな、正直。変態になってしまうわ。もう変態だよ。顔顔、ちょっとバカリズムがやりそうな顔。どの口が言うんだよ、お前も変態みたいな格好しやがって。同感。脱げこの野郎。お前もか、お前もバカリズムか。けー、何するの。やめろお前も。ちょっと三兄弟みたいになるけど、やめろお前ら、並ぶな。俺同士で結婚するのはやめてくれ。そうだった、三兄弟でも何もか中のお兄ちゃん、お兄ちゃんとか呼んでた。お前悪魔よ、お前の言う通りにしよう。は？妹の制服を汚してしまうわけにはいかないからな。恥ずかしいが仕方がない。いや、お前喜んでない？よかったよ、誰も見ていなくて平田くんが見てるよ。俺の水着姿を見てもらう、見られなくて。まずかお前、誰かに見せ欲しいんじゃないだろうな。悪魔やめなさい、それ以上彼の心を苦しむのはやめなさい。苦しいんはどっちかって言ったら見てる俺らの方だよ、俺と視聴者だよ。そうだぞ悪魔、お前が着るって言ったんだろ。バカリズム、バカリズムが出てきた。まだえ、いや、え、俺のせい。まあ言おったわな。待てよ、何かおかしいって。なんで、お前なんでちょっと半笑いなんだよ。笑ってなとおらぬでござるよ。ちょっと待て、おい、おい。お兄ちゃんどうして何コントしてんのお前。よし、それじゃあ着替えてくるぜ。ちょっとおっと、着替える時のおっと。え、どこ行くの。おい、おい、そんなこいつどこにあったん。着替え中。そんな鳩、そんなわざわざ着替え、そういうところ行かんでもさ、覗かんから。もうちょっと待ってね。声、声は可愛い、なんか知らんけど声は可愛い、セクシー。でも中身はそんなセクシーじゃない、そんなセクシーじゃない、どころじゃないわ。ふっ、待たせたな。あ、こんな気持ち悪いスネークを初めて見ました。どう反応すればいい、この BGM 流れてどう反応すればいい。俺はてか、なんで兄って文字が入る、絶対お前貼り付けただろ、兄っていうアプリケっていうんかな、貼り付けただろお前、ネームのやつだお前。ほぉ、なぜ来た。え、だって制服じゃ汚れるから。心が汚れるよ。妹の制服を汚すわけにはいかなかったんだ。お前さ、それは本当か、趣味で来たんじゃないのか。平田君、俺を信じろ。いやお前、さっき信じろって言うてさ、全然完全に失敗したじゃん、あのしきこさんの心を開くん。その格好じゃ説得力ねえよ。
もういい、行くぞ。正直もういいって言葉で本当に片付けていい問題じゃなくなってきとけんな。いやこれまでもそうだったけど、さらに問題だらけになってきとけんな。もういっぺん村岡さんのとこ行って土下座して謝ってくるわ。もう土下座のという誠意を見せんかったらどうにもならんような状況になってきた。土下座しに行くっていう言葉が出てきてしまったわけだな。それもう次の日じゃなくなり始めてる。でセーラー服があってスクール水着が追加されたわけですからね。もういちいちさ、後ろにお兄ちゃんが二人おるなんなん。もういいやん、別におらんでも。美しい俺のためだ、美しいスクール水着だ。わあ、前の持ち主かわいそう。お、え、これ地獄のチャイム。なんかこの前のちょっと変わったんやけど音楽。ほえ、地獄のチャイム止まった。え、何にしては何かが違うような。違うよな。もうえらい違うメロディーになっとったけど。あれじゃないか、結婚式とかで鳴らすチャベルの鐘の音じゃな。あれなんでそんなのが鳴ったんだ。どうしてだと思う。それはね、あなたと結婚するためよ、ダーリン。この声は、誰だ。この声は、来たー、みっちゃんのお母さん。あれ、みっちゃんやったっけ。ちゃうわ、さっちゃんじゃん。俺、前からみっちゃん言おうけど、さっちゃんやな。え、さっちゃんじゃなかった。さっちゃんや。結婚してあげる。うふっ。あー、ちょっとこれ前みたいにドスンって飛ばせや、ドスンって飛ばせや。こいつは無理なんか。同類やけんな、同類やけんかな。なんだこのババアは。息遣いやめろ。おかしいぞ、あのやつがいるなんて。あれはまさか知っとん。音量あ、違うよ、たかしくん、違うよ。音量ではないけど、別の化け物だよ。に、逃げるぞ。さすがのお兄ちゃんも、あ、ちょっとセーブのラン、ちょっといろんなお兄ちゃん並びすぎとって、たかしくんが浮いてる。たかしくんがちょっと困ったな、みたいな顔になってる。逃げるんじゃ。さすがのお兄ちゃんでも、ちょっと手のつきようがないような感じになってるやん。いやー、ババ、怖い。これまで出てきた音量の誰よりも怖いような気がする。いやー、あー、ちゃんと逃げる日が来ようと思わんかった。もうこういうチェイスはもうないかなと思っとったら、逃げ込んだ。わー、ここまで来るの、ここまで来るんだね。目光ってる。ヒロト、あの音量は何者だ。結婚は迫ってきてるようだが。ヒロト、答えてくれ。ヒロト、優しい顔になってる。僕の夏休みにできそうなおじさんみたいな顔になってる。僕の夏休みはこんな。なんで僕の夏休みっぽい顔になったのこれ。お前、今俺に話しかけるな、バレるだろう。あ、自分だけ逃げようとしてる。本当の人形だと思われてさ、ターゲットから外れようとしてるこいつ。頭いいな。でもなんでそんな顔になってんの。貴様、そうまでして自分だけ助かりたいのか。来たー。おお、
北斗。悪く思うなよ。俺はここでやられるわけにはいかないんだ。まあ、正直高橋君はこれまで風評被害でちょっと損してきた人間やけんな。それにしてもこの顔ちょっとシュールやな。お？あれ高橋君の前に立ったか俺。裏目に出た。その僕の夏休み感のある顔が裏目に出た。意外とさっちゃんのお母さんが、ね、人形好きだった。助けてー、裏切ってすみませんでした。ヒロト、クソも生きて。クソ、ヒロト、なんか濡れてない？あれは恐ろしい音量だ。早く、早く逃げるんだ。急げ。何があったんだ？よからぬことだよ。もうよからぬことばっか起きてるよ、ここに来てから。どっちに行けばいいん、これ。何？バージンロード。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 バージンロード換気口だ。急げ。もう逃げ道、もうとにかく逃げ道逃げ道な状態になってる。もうとにかく逃げることで頭いっぱいになってるよ、たかしくんが。あれだけ冷静だったたかしくんが若干寝たキャラの方向に持っていってる。逃げ切ったか。まあ、やめろ、目に毒目に毒。ヒロト、疲れただろ。いや、あのさ、もう換気口に入るたびに疲れたかっていう気遣いせんでいいけ、やめろお前。太ももが見えてるんだよ。さっきセーラー服だった時太ももは見てなかったのにさ、もう見えてるんだよ太ももが。ここ体勢のままで少し休むか。体勢、体勢を縛るな、お前。体勢、この限定にするな、お前。今、よ、早く行ってくれ。大丈夫か？無理するな。休むタイミングは今しかないのぜ。いや、大丈夫ですから。早く行ってくれ。そっか？無理はするなよ。なあ、ヒロト。お前に言っておきたいことがあるんだ。だからなんでこのタイミングやねん。早く行ってくれ。絶対に生きて帰るぞ。いや、目が死にそうなんですけど。ああ、分かったから早く行ってくれ。もう耐えられん。何？まだ追ってくるのか。早く逃げるんだ。サッチャーのお母さん、こんな狭いとこまで追いかけてくるな。もう多分、これもう完全に50超えてるおばさんの体力じゃないよ。結婚の執念。おお、行き止まりじゃねえか。やべえぞ。なんでナタル出てきてん。もう逃げられねえ。これクロチキジーペッパー出てきたんやめな。もう戦うしかない。いや、最初から戦えそうなんやけどな、これ。どうするんだ。な、これ。縄があったぞ。絶対自分縛るための縄だ。でかした。怪しい。怪しい。それをどうするんだ。俺に任せろ。来たぞ。
ダーリーなんか言っちゃって。どうするんだ？声が、声が。ところで教頭先生はどうなったん？クロエ。お、シュルシュル。どうな、どうなる？いや、ヘビ。今だ。うわー。どうですか？生で首を絞められる気分は？今は一つの命が旅立とうとしている。ダーリン、どうして？私はあなたのダーリンではありません。ただの悪魔です。まさか。な、なに？もうね、登場人物がふざけ倒してくるからそれに突っ込んでて楽しいね。やっぱこういうさ、突っ込みがいのあるようなゲームとか、もうボケてボケてボケ倒してくるようなそういうゲームがすごい実況ショーで楽しいと思うんですよ。そういうゲームを募集しております。できればコメント欄に書いてください。